ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者は高齢者から高齢者へなるための起爆剤を提供する活動をしております。高齢者起爆剤講演家宮崎文隆です。今日は2023年9月の1日、金曜日です。いよいよ9月になりました。元気でいきましょう。と、これはデコボコシリーズを言っております。今日はその第1弾からいきたいと思います。第1弾はもしあと 1年で人生が終わるとしたらとね、人生をやり直したい、仕事を夢やりたいことは、自分らしく生きたい、後悔なく生きるための17のことと書いてあります。小沢武俊さんの本の中から行ってみたいと思います。今日はそれのですね、16ですね、その前にちょっと見てみますと、これはチャプター4、人生をもっと楽しむためにの中の一項目です。16、自分は思い通りに生きられていないと思い込んでいませんか。ああ、いい質問ですね。人生はなかなか思い通りにはいかないものです。子育てが一段落し、働こうと思った矢先に、今度は両親の介護をしなければならなくなったり、こんな仕事がしたい、こんな場所に住みたいと思っても、条件に合う仕事や物件がなかなか見つからなかったり、あるでしょうね。私の人生は何一つ思い通りにいっていない。私には選ぶ権利も選ぶ余地もない。そう思っている人も皆さんの中にはいるかもしれません。でも本当にそうでしょうか。実は私たちは普段常に選択を重ねながら生きています。朝目覚まし時計が鳴った時に起きるかどうかを決めるのも自分です。どういう経路で職場に行くか決めるのも自分だし、どの仕事から手をつけるかを決めるのも自分。外食の際は数あるメニューの中から食べたいものを選んでいるはずです。職業や生き方にしても必ずどこかで選択をしているはずです。就職活動したけれどなかなか受からず、唯一決まった会社に入っただけという人も、世の中のすべての会社を受けたわけではありません。受ける会社を決める時点で、ある程度興味があるかないか、受かりそうかどうかといった選択をしているはずなのです。そして選択をするときに、自分にとって良くない方法を選ぶ人はいません。必ずその時点でより良いと考えたものを選んでいます。つまり、今のあなたの人生は、過去の無数の選択の積み重ねによって出来上がった最良の結果なのです。この最良の結果なのですというのがすごいですね。ここが分かるとですね、人のせいにしなくなりますからね、物事をね、何があってもすぐ人のせいにするのが改まります。そしてこのチョイスしたという話の中では、私があのマンダラを習いました今泉博明さんのですね、話の中によくチョイスするというのが出てきましたね。あなたの今あるのは、あなたがチョイスした結果が今あるのだという話をよくされてましたがね、ここも、今のあなたの人生は過去の無数の選択の積み重ねによって出来上がった最良の結果なのですって感じですね。しかし健康な時、人はなかなかその事実に気づくことができません。いつだって自分には選択の自由があったのだなと気づくのは、大抵病気になった時や人生の終わりが近づいてきた時です。病気などで体が不自由になると、選択の幅は大きく狭まります。元気な時、私たちは自分の足でどこにでも行くことができ、お金が許す範囲で食べたいものを食べることもできます。しかし体の自由が利かなくなると、通りの向こうのコンビニに行くことも、自宅のトイレに自力で行くことも難しくなります。食べるものも制限され、場合によっては口からではなく胃ろうによって
体に取り込まなければならなくなります。私はよく次のような患者さんの言葉を耳にします。もう一度歩いて近所のスーパーに行きたいな。もう一度寿司を腹いっぱい食べたいな。そして皆さん、今まで自分に好きなものを選んで生きてきたんだな。今まで自由に好きなものを選んできたんだな。選んで生きてきたんだな。とおっしゃるのです。それでも生きている限り選択の自由は与えられます。例えば、自力でトイレに行けなくなった患者さんは、おむつを使うか、ポータブルトイレを使うか、尿流置カーテーテルを使うかを選ぶことができます。体が動かなくなった方は、誰かに介護を頼むことを選ぶことができます。私たちは、この世を去る最後の瞬間まで、常により良い選択をし続けることができるのです。自分は思い通りに生きられていないと思っている方は、ぜひ日常の中で何気なく選んでいるものに目を向けてみてください。自分が普段いかに多くのことを自由に当たり前に選んでいるかに気づくことができれば、きっと自分の人生を肯定し、明日からより良い意識的に一つ一つの選択はできるようになるはずです。選ぶというのは大切ですし、その選ぶことで人生が成り立っているというんですよね。最後の1ページまとめです。選択できる喜びはかけがえのないもの。人は常に自分にとってより良いと思えるものを選んで生きています。その当たり前にある喜びは、健康な時にはなかなか感じられないのかもしれません。ですが、人生の終末期、旅行に行きたいことや誰かと食事をしたなどの小さな選択が大きな喜びであったことを感じる人もいます。今、自分が何かを選べること、その尊さを改めてお伝えしたいと思います。今日16、自分は思い通りに生きられないと 思い込んでいませんか?と。まあ、私も考えてみると、自分の好きなように選んできた人生かなと思っております。そんな中で、チャンネル登録を、私のチャンネル登録を選んでくださる方、何かのそれも縁ですね、その縁をまた結んでいきたいなと思っております。チャンネル登録のよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。